麻生さんが10万円再給付しないと言われてました。そして噂によるとテレビでカンニングの竹山さんもまあそれにね一部納得するようなことを言われてましたね。そんな話を聞きました。まず麻生さんなんですけども、まあ麻生さんの目から見ると、うん、確かにね、金融担当大臣から見るともう市場には十分お金を流通させたという判断はこれはね間違いではないんですよ。今回の補正予算でねかなりね90兆円ぐらいかな出しましたんでね、だからこれだけあったらもう十分だろうという見解は、まあ、確かに的を射ています。ただねその90兆円の補正予算に漏れてる人がいるっていうのも確かなんですよ。でこの漏れた人ってのは悲惨ですよ。だって普段よりも生活レベルがガーンと落とされた上で市場にはお金が回っていって豊かな人も現れている、 GoTo キャンペーンで楽しんでいる人もいる、いろんなね GoTo イートで美味しいもの食べてる人もいる、なのに自分のところには来ないというこの落差格差、これに対してものすごく憤りがあって、そしてそういうふうに自分には何もね補助が来てませんよと保護が来てませんよって方は同じような気持ちを持った人でやっぱりねこう集まってしまう傾向があります。インターネットの掲示板とかでね、そうなるとあれみんなが行き渡ってないんだっていうふうにお互い思っちゃうんですけども、こういうふうに俯瞰して見るとまあでも本当大変な方ねたくさんいらっしゃいますけども、まずまずの保証を受け入れてよかったなっていう方と、逆にねやけ太りって言って今回の感染症騒動があったから補助金とか助成金で逆に儲かっちゃったと、新しい事業展開ができちゃったって方もいらっしゃったりとか、こういうチャンスだから自分のビジネスをこういったインターネット系にシフトしていこうって形でねものすごくねこれも儲かっちゃった人もいるわけなんですよ。それでトータルで考えると金融担当大臣というところから見るとみんなうまくいってるじゃないかみたいに思っちゃうんですよね。そしてあまりにも細かいところには目が行き届かなくなったり、もしくはそういうところにもいずれねトリクルダウンで行くだろうっていう考え方もあるのかなと思うんですよ。であとはね私がずっと申し上げてきたこと、あの声を上げることがねまだ足りてないんじゃないかと思うんですよ。で私も率先して何をやればいいかってことをずっとお伝えしてきましたけども、ただやっぱりねそれをやってる人がまだまだ少ないと思います。官邸にメールやそれからいろんなね与党野党の事務所にお電話したりとか、実際に政治家さんに面談をして自分のね辛いところとか多くの方の苦しいところを訴えかけていく、これをやってる人はね本当に少ないです。本当に少ない上に今回麻生財務大臣がじゃあもうね10万円出さないよっていうふうに明言された後にもうねああだったらもうねもうどうしましょうかってことで途方に暮れて今までやってた活動もやめてしまう方がいるんですよ。で少なくとも今まで以上に活動が盛り上がったりはしてないんですよね。盛り下がってると私の方から見えます。で私がこの前提案したように国がダメなら県に申し出ていこうって方が何人いたかなってことなんですよね。そう考えると実際に県の方に行ってみますって人は私の耳にはそんなに数人ほどしか届いてないんですよね。だからそう考えると私たちはまだまだねなんかこの権力者に自分の言いたいことを言い切れてないんじゃないかなっていうところはあるんですよね。ただねこれほど物分かりのいい私がね、物分かりのいいことを言わせてもらいましたけども、感情論で言いますけども麻生さんひどいっすよ。麻生財務大臣いいじゃないですか、あんたの金じゃないんだからパッと出してあげれば、それによってね本当に助かる人が隅々までいるわけですよ。国民一律給付すると第3次補正予算の組み替えがめんどくさいでしょ。そのねあなたのめんどくさいによって死ぬ方がいるわけですよ。麻生さんね、あの森友賭け問題はじめ何人の人を苦しめればいいんですか、何人の人をもう死に至らしめてるんですかと私は言いたい。もちろんね大臣という立場、政治を扱う者というのはある意味命の選別を押し付けられてるのもんです。今このコロナの時代にねお医者さんが誰かを生命に対して責任を持つってことがあります。家族が生命に対して責任を持つってことがあります。あと一つは政治が生命に対しての責任を持つってことなんですよ。この三つのうちのどれかが誰かを生かし誰かを殺してるんですよね。だから麻生さんね自分のお金を払えってわけじゃないです。自分ではね、まあ、美味しそうなうなぎ食べてましたけども10万か15万するやつ、それはね食ってもいいですよ。ただやっぱりね今までね散々国民を苦しめてきた、その一部ちょっとお返ししてみませんか。10万円ね、税金もね意味のわかんないところで 10% にしてる場合じゃないですよ。もう税金はねもうね廃止ですよ。本当に消費税なんてもともといらないじゃないですかね。
もう無限発行すればいいじゃないですか、国債で。 MMT 読んだでしょ、知ってるでしょ。そんな麻生さんね、麻生さんをすごくいい人だっていう人も多いんですよ。多いんですけども残念ですよ。だから余計に麻生さんのそのお人柄、性格、詳しくは知りませんけども、私の目から見ると感情的にはね、冷たい人だなと思いましたよね。まあ私の見えてないところでね、すごくいい方なんだろうなと思いますんで、人格攻撃はしませんけども、ただ麻生さんが財務大臣にいる限り、私たちの暮らしが明るくなることはないんだろうなと思っております。まあ、それだけですね。じゃあ今回は以上です。